今週の「神奈川ビジネスアップトゥーデイトは、鉄道と地域活性化をテーマにお送りします。神奈川の地酒を堪能できる特別列車」のほか沿線の名産品を使った商品開発さらに横浜駅西口で進む注目の駅ビル計画まで JR 東日本が神奈川で仕掛ける地域活性化の取り組みに迫っていきます。 昨年12月12日、JR 橋本駅で大勢の人に迎えられてホームに入ってきたこちらの列車駅の案内板を見てみると見慣れない文字が。実はこれ JR 東日本横浜支社が企画したイベント列車その名もシュシュュトレイン。JR 橋本駅を出発し海老名駅茅ヶ崎駅を経由して 根深川駅で折り返し横浜までのののおよそ4時間20分の道のり。出発直後の車内はご覧の盛り上がり神奈川県内の13の酒蔵で作られた地酒が並び蔵元の話を聞きながら試飲ができるほか小田原おでんなど神奈川県内の食材を使ったおつまみも楽しむことができます。 いや、非常にいいですね、あのー、いろんなお酒がその場で楽しめますし、やっぱりこの同じ神奈川でね、いろんな味のお酒があるっていうことが、初めてわかりました私は地元がもともと神奈川なんで、神奈川のお酒をこうやってね、あの紹介してくれるっていうのは、さらに列車には、プロのジャズプレイヤーが乗車。 乗客は走行中や途中停車した茅ヶ崎駅のホームで生演奏を堪能ししていました。そしてこの「シュシュトレイン」を企画した JR 東日本横浜支社のトップを務めるのが平野国彦支社長。自らも酒蔵に足を運び今回のイベントを率先して進めたといいます。 まあ、鉄道があの生きるというのは地域があってあの生きるということですから、まあ、沿線の活性化も含めてですけれども、まあ、地域のが良くなれば鉄道も利用していただけるとまた鉄道も良くなるというようないろんな意味の循環をです、ね、果たすんであれば、まあ、やはり地域の中で、まあ、いいものを我々がこう見つけるなりしてそれでこう地元の皆様あるいは他の方々も来ていただくというようなことも必要じゃないかと。 JR 東日本横浜支社は神奈川県を中心に9つの路線この後スタジオでその取り組みについて詳しく聞いていきます電車で日本酒の深海とっても斬新な企画だと思いましたし何より皆さんとっても楽しそうでしたよね。そもそもこの企画はどのようにして始まったものなんでしょうか まあ、JR としてですね地域との連携というのは非常に大きなテーマにしておりますので、まあ、日本酒っていうのは去年初めて私着任して非常においしい日本酒が多くあると酒蔵があるということに気が付きまして、まあ、これを何とかあの皆さんにあの広く知しめるということもできると楽しいかなということであのいろんなイベント列車も仕立ててましたのでそこを融合して日本酒のシーンと、まあ、イベント列車というのをまあ かか掛け合わせでざいまやもう普段こうまあこういう都会のね電車っていうと、はい、まあ通勤通学と、はい、そういうイメージが強いんですけれども、はい、まあ今回ひと味違うね、はい、鉄道の楽しみ方っていうのを、まあ、提示したという形になると思うんですけれども、はい、まあこういうふうに地域活性化というふうにこう乗り出しているとここにはどういう狙いがあるんですかあああの、まああのま 地域と鉄道っていうのが連携しないとですね動脈、まあ、みたいなもんですからそこでやっぱり地域が活性化しないと、まあ、乗っていただくお客様が増えないということですからまあ何て言うんですかね従っ,うう、ね、って鉄道だけではなくてやっぱり地域が活性化していただくということも我々の重要な使命だと思ってますので、まあ、そういったきっかけになれば非常にありがたいかなというふうに思っております。 あのですね、多分その地域住民とともにその地域の鉄道があるっていうのは今に始まったことではないと思うんです。はいはい、昔からそうであったと思うんですけれども、はい、やっぱりここに来てそういうこう地域活性化であるとか地域の特性をこう注目するという地域というものが一つのキーワードになっている。これは鉄道事業者だけではないと思うんですけれども、はい、こういうこうきっかけになっているこう発想の転換っていうのはどういうところから来ていると思います。まあ昔はあの人口が伸びているときはとにかくそういう。 需要に追っっかかけけて鉄道をどどううやるととということだったと思いこだた思ますけど、まあ、その転換に来てますからいかにお客様に楽しんでもらうかといったようなですね新しい鉄道の魅力っていうのを作らないと、まあ、鉄道そのものに生きていけないという部分もあると思いますので、まあ、そこにうまく地元の方と連携することによってですね相互にこう,うまく発展できれば、まあ、非常にいいことかなということでできるだけそういう企画を考えてやっていこうという,うに思っています。はい JR 東日本横浜支社で地域連携の企画を担当している西力さんが訪れたのは川崎市多摩区の住宅街にある就労継続支援事業所、ハッピーワーワク。障害によって企業などに就職することが困難な人に働く場所を提供しているこの場所西力さんが訪れた理由はここで作られているあるものそれがこちらの多摩川梨ジャム 地元農園で採れた玉川梨をふんだんに使った無添加・保存料なしのジャムで、一つ一つ手作りで作られています。JR 東日本では、一昨年から沿線の地産地消の推進などを目的とした南部線沿線活性化プロジェクトの一環として、グループが運営する飲食店でこの玉川梨ジャムを使ったメニューを期間限定で販売しています。 我々の事業部では食を中心とした地産地消の取り組みをしようということで川崎市内でどういったものがあるかというところを調べたところ川崎市では特産物として玉川梨というものがあるととといいううころを知りました玉川梨というのは基本的には市場に出回ることなく直売所であるとか贈答用というようなものだったんですがそれをもっともっといろんな人に知ってもらいたいというところで我々を 玉川梨を使った商品開発だですね一方で玉川梨を直接店舗に納品するということがなかなか難しくそれからですね商品開発をするというのは困難であったため加工業者をいろいろ探していたところハッピーワークさんが玉川梨のジャムを使った商品があるということを知ってお声がけをさせていただいたというところでございます。 玉川梨を使ったこのプロジェクト、地元食材の採用のみならず結果として障害者雇用にも貢献する形となりました。あのまず第一にあの利用者の方が JR さんとの,あの一緒の企画をすることでとても自分の仕事があのお客様によろ喜ばれているということがあの仕事のやりがいですとかあの仕事への意欲あと自信につながっているとすごく実感しています。 でやっぱりあの今まで福祉のイベントでしか私たちのジャムを販売する場所がなかったんですけれどもあのポスターがあの一気に貼られたり中づり広告が出ることによって本当にいろんな多くのお客様がハッピーのジャムを知っていただくきっかけになりました。 JR が梨を使ったメニュー開発までされているというのは非常に驚きましたあのこれは南部線の沿線活性化を目的として始まったということなんですが南部線以外にもこのような取り組みはされているんでしょうか、はいまあ、例えば横浜線の沿線ですと、まあ、やはり地産地産で小松菜とかです、ね、いろんなものを取れますでそういったものを例えばあの横浜駅の構内でですね横浜マルシェということであのまあ その物産を売るとかっていったことも取り組んでますしあの同じようにあの横浜の場合ですとあの小松菜というものでをあの駅の中のうどんとかそばの中にそれを入れてやるとかですねいうことで非常に興行評を得ているということもございます。すまあ、今ねあの神奈川 あの横浜支社ということで、はい、神奈川をずっとご覧になっていると思うんです、はいまあそういう目線から、はいまあ、鉄道事業者として、はい、神奈川の特性、はい、神奈川ならではっていう、まあ、そういう,こう特色っていいますかっていうのは何かお気づきの点ありますかあの、まあ、もちろんその経済力もありますけれども<ー>、えーまあ、観光的なポテンシャルも非常に高いと思いますが<ー>、まあ、なかなか正直私自身は生かされてないんじゃないかとまだですね、うん、という気がします。で川崎はも工場主体でしたけれども まあ昨今の,あの状況を見ていますように非常に先進的な取り組みをされてますからあの住宅も増えてますし人も増えてるということですからまあああいったところが活力あふれる地域になってきてるんじゃないかというふうに思います。一方であの鎌倉とかですねあのまあ横浜もそうですけれどもえまあ湯河原とか箱根とか熱海とか伊豆とかですねあの当事者から行けるようなところっていうのは非常にあの首都圏から見ても豊富なポテンシャルの高い観光資源がございますので。 まあそこはやはり地元の方々と連携しながらですねやっぱりインバウンドを含めてありますからもっともっと人が来てくれるそういう価値の高いものだと思いますからそこはもっともっとこうあの取り組みながらあの多くの人にえまあじあの見ていただきたいというふうに思ってます。内駅 その北口で今進められているのがバリアフリー化工事で高架下には保育施設が新たに設置されます2017年に完成予定のこの工事新たに生まれ変わる姿はご覧のとおり一方こちらは川崎駅。横浜駅に次いで県内第2位の乗降客数を誇るここ川崎駅でも 大掛かりな改修工事が進められています2018年を目指して新たに北口の自由通路が設けられ中央改札とをつなぐ通路には最大3層の商業施設が作られる予定ですそして今大きな注目を集めている駅の工事といえばこちら ちょっと長期のスパンになるんですけれども、2020年ですね、えー、完成を目指して今計画を進めているところでございます。CM の後、横浜駅が大きく変わる。横浜駅西口。1日200万人以上もの人が利用すると言われるこの場所が今大きく変わろうとしています。 およそ50年の歴史に幕を閉じた商業施設、横浜シャルト、横浜エクセルホテル東急の跡地に、JR 東日本が駅ビルの開発を進めています。その完成イメージがこちら。2020年を目指して、地上26階、地下3階の駅ビル工事が進められ、大型の商業施設と業務施設を整備。災害時には、 地域の防災拠点としても期待されています、まあ この駅の周辺というのはさまざまな商業施設や業務施設があの点在しているかと思うんですけれども、まあ、駅ということで、まあ、その中核になるです、ね、非常に大きな商業施設業務施設ができるということですね。そのエリアの価値を,全体,を全体の価値をです、ね、高めていけるようなそういう施設になってですね、よりにぎわいのあるこの横浜エリアを作っていく、まあ、その中心になれればいいかなというふうに思っております。 ますます便利にそしてきれいになるんだなと思うとワクワクしますえではここでですね JR 東日本が今神奈川県内で進めている駅の改良工事や駅ビル工事をまとめてみましたまず関内駅2017年完成予定北口バリアフリー化等工事そして川崎駅2018年共用開始北改札北口自由通路等工事 菊名駅2018年完成予定、バリアフリー化等整備、そして横浜駅2020年開業予定、横浜駅西口開発ビルとなっています。いやこれもう主要駅のね改良っていうのが目白押しになってくるわけですけれども、はい、これあの優先順位どこからどう進めるのかっていうのは何を基準にして決めるんですか？あのもちろん自治体のニーズとか、えー、まあ地元のニーズもあるんですけれども。はい まあ,あとはその全体の予算みたいな話ですとかあとはまあ計画プランがまあどう早く作れるかといったようなこともございますしまあ補助金とかも含めてですけどもさまざまな要素の中あと許認可ですねそういったものの中であのプランを作り上げてようやくその流れに乗るということなのでまあ優先順位からいくと高いということがあのいろんな要素によってはそれが逆転することもございます、はあ。じゃあその必ずしも大きい駅から上 往車数の大きい駅からやるというわけではなくて、そうですね、まあ。いろいろな手続き等々とかもたくさんあるわけですの、ねはい、それがうまいこと進んだ順から着手していくと。えー、そうですね。でもこの変えていくその駅の規模、はい、まあショッピングセンターを本当にこう作り直したりとか、まあバリアフリーであるとか強化するとか、はい、まあいろいろあると思うんですけれども、はい、やっぱりその。 駅っていうインフラっていうものをさらにこう収益性を上げていこうという、はい、そういう,こうビジネス的な観点で見るとなこう何が言えますかあ<の>取り組みとしての狙いといいますかまあ一つはあの収益だけではなくてですね、うん、もちろん駅というのがあの快適性とか利便性とかです、ね、安全性も含めてですけどもよくないと、まあ、これからあの人口構成も変わってきますから利用しづらい駅だとなかなか人を来ていただけないというふうに思ってますし。はい またあの今までの大きな駅の経験でいきますとやっぱり駅っていうのが町の作りの起点になりますんでそういったところをやっぱり活性化することによって町も活性化するだろうと。 その駅がどんどん良くなっていくっていう進化していくっていうのを、まあ、利用者としては非常に楽しみなところがあって、まあ、どんどん進めていただきたいなというところはあるんですけれども、はい、まあちょっとあえてお伺いするとですね、はい、地域を活性化ししたいっていいとう思いが鉄道事業者としてはある、はい、でも今こうじっとあの小売りっていう点で見ると、はい、駅中っていうのの独り勝ちみたいなところがあって、はいはい、で地域のじゃスーパーとかを見るとなかなか苦戦しているという状況があると思うんですけど、はい けれどもまあ、そういう駅というものすごくこう特別な優位性が持っている場所を、はい、まあ,ある意味こう独占するというところなんですけれども、はいはい、そういうことと地域との兼ね合いっていうのはどういうふうにもちろんあのそういったあの駅を作るときには地元の方々とのお話もさせていただいてますしややするとあの一等地で全部一人勝ちじゃないかという話もありますが、はい、まあ現実見ていただくとあの。 駅が活性化しますと人が増えますんで必ず染み出していってるんで外に。そうするとまあ地域の共生と言ってますけれどもあのまあ我々が独占的にあのなんていうんですか囲い込もうということは今全く考えてませんのでえあのそういった町づくりをしていきたいなと駅を中心とした町づくりをしていきたいというふうに考えてます。これから 未来を語っていただくんですけども、JR、東日本としては神奈川の中では非常にまだあの鉄道が伸びゆく余地も高いですしいろんな意味ではポテンシャルが高いので、まあ、鉄道だけではなくてもちろんその、えー、お住まいになる方が多くなるとかあの、まあ、工場だとか商業施設も含めてですけどそういったものがいろいろできるあのチャンスがまだまだあると思いますからそういったものとこう,うまく連携しながらですね まあ鉄道っていうのはあの発展させていきたいなと。C. M. の後は本日のまとめとビジネストピックス。もうもはや鉄道会社というのは鉄道を走らせるだけじゃないんだ、うん、ということが改めて分かって。うん、これからどう発展していくのかますます楽しみになりました。はい、では内田さんが感じた神奈川経済の今を今日のアップトゥーデートとしてまとめていただきます。はい。今日のキーワードは地域活性化。 はい、ちょっと普通の言葉なんですけれども,もうこれが死活問題なわけですね、うん、今まで鉄道というと、まあ、首都圏は特に通勤ラッシュが、ね、通学ラッシュっていうようにもう黙ってても人が乗ってたわけですよ、えー、でもこれからはもう少子高齢化ということでもう黙ってたらどんどん乗客が減っていく、まあ、そういう意味では高齢者にも使いやすいバリアフリーはやらざるを得ない。 あとはまあお金もある時間もあるっていうシニア層に向けて観光列車もやっぱりやったらきっとニーズがある、まあ、そういうようなことあとは地産地消地域を盛り上げるためのマルシェをやるっていうのはやっぱり全て地域を盛り上げるためにやっているということで、まあ、一つ一つ見るとねあの小さいことかもしれないけれどもやっぱりそういう積み重ねで結局地域っていうのが活性化していくとそうすると駅に人が集まって、まあ、駅の価値っていうのを維持できていくというそういうことになってると思うんですよね。